こんにちは、ゆいなです。これうちからの眺めなんですけど、見てください。もう誰もいない。もうあっち湖でね、イーグルとか野生の鹿とかね、あのキツネとか結構団体さんで遊びに来ます。でこれがうちの庭で、あのじゃがいもとかトマトとかスクオッシュとかね、かぼちゃ、これかぼちゃだね、こういうのを育ててます。で、あのちょっと見てもらうと分かるんですけど、赤い家いっぱいありますよね。でこれね、あのスウェーデン中をねドライブすると分かるんですけど、どこ行ってもね赤なんですよ、家の色が。でママに聞いたら、あのこれはね、あのペイントじゃなくて、木を長持ちさせるためのスウェーデンで採れる鉱石をね使っているらしくて、ペイントしてるわけではないんだそうです。で青とか黄色がいいんじゃないのとか言う、そういうなんか個性的な色がいいんじゃないのって聞いたら、そんなこと求めてないから大丈夫って言われました。でこっちがね、あのトマトガーデンで、これ日本でいうビニールハウスなんですけど、北欧ねやっぱり寒いんで、で日照時間が少ないんで、あのどっから日が入ってもいいように全部こうガラスなんですね。で中にあのストーブもちょっと見えないんですけどあって、なんでね、毎日しっかり水やりしてあげると、こうやって美味しそうなトマトがしっかりなってるんですよ。でこれを使ってあのトマトソース作ったり、昨日はラザニア作りましたね。すごい美味しかったです。やっぱり出どころが分かってる野菜を使って食べるっていうのが。で今日はこのねブラックベリーを取って、お仕事終了って感じなんですけど、今日はねこれを取るときにね、どういうのが美味しくて、どういうのがまだ酸っぱいのかとか、そういうちょっと取り方をね、あのシェアしたいと思います。で赤と黒あるんですけど、こうね赤のはね時が経つと黒くなるんですよ。で先週うちらね、こっからね黒いの全部取ったんですけど、もうね結構黒くなってきてて、1週間でね色変わります。で、あのこうやって取ろうとして軽くね、軽く触って取れるものがあの甘いんですよ。で軽く触って、ほらこんな感じ、軽く触って取れないものはまだ酸っぱいって感じ。赤いのはもちろん酸っぱいね。でこれを取って、先週はジャムを作りまして、ジャムはね、砂糖につけてグツグツ煮立たせて、でナツメグとシナモンを入れてね、作ってましたよ。でパンケーキにつけたりとか、朝パン食べるときにつけて、すっごい美味しいんですけど。でねこれよく見てもらうと分かるんですけど、わかりますか、このトゲ、トゲすごいですよね。これね本当に痛くて引っかかるんですよ、こんな感じで。なんで素手でやるとね痛いんですよ、血出ます、本当に。あのこの間森にね、キノコ狩りにも行ったんですけど、本当にね美しく見えるものとか、一瞬でねわ美味しそうって見えるものってね、本当にね、あの注意しないと痛い目に遭いますよ。まあそういうね知恵をママから毎日ね、いろいろ森の中で教えてもらってます。じゃあこのねカップの中を満パンにするのが私の今日のお手伝い、最後のお仕事なので頑張ります。ではでは、また何かあの、まあ、結構ねあのレシピとかもいっぱいあるんで、質問あったらあのコメント入れてもらえたらなと思います。ではじゃあねー。